食のデザートって家で食うより美味しい気がするぜ。ちょっとわかるかも。もっと食べたくなるよな。ちーヒロ、ペロ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 、やっぱりスイーツフタペロニスト。能力、デザートの蓋をペロペロするぞ。お上品ではないから注意。だってもったいないだろ。スプーンで取りなよ。あれヒロ、食パンの耳だけ残すの？いや、パンの中の方が好きだから最後に耳食べるんだ。トコタンは耳の方が好きだから中だけ残す。食パンの食べ方って意外と個性出るよね。ミニーブレッド、能力、食パンの耳だけ残すぞ。逆に耳から行く人もいる。おいは？僕は普通に食べるかな。パンの食べ方に個性が出るっていうと、コッペパンは二人ともどう食べるの？俺は中くり抜いて食べたくなるかな。僕もどっちかっていうとそうかも。トコタンは？トコタンはぺちゃんこにする。珍しい。フラットパンサー、能力、パンを平べったくして食べるぞ。ぺちゃんこだと食べやすいよ。ちぎって食べればいいんじゃない。二人とも個性的な食べ方してるね。パンの食べ方って普通とかあるのか？まあ言われてみればルールとかないし、何でもいいのかも。そういや俺、葵のパンの食べ方いいなって思って真似たことあるぞ。あー、トコタンも。え、僕そんな変な食べ方してた？パンの耳をシチューにつけるやつ。それ普通じゃないの？パンリッパー、能力、パンをシチューにつけて食べるぞ。うまい。いや天才だなと思った。逆につけないの？よっしゃ、給食だ。今日は中華丼みたいなやつだよな。今日はいつもうるさい飯沼くんがお休みだから、いっぱい食べるでら、でらら。いやー、これこれ、このうずらの卵がうまいんだよな。わかるでら、おいしいでらよね。デラックスもわかるか。やっぱトレンドはうずらだよなって。多すぎだろ。でら、うずらパー、能力、うずらの卵を集中的に食べるぞ。さすがにみんなの分も考えろよ。うん、仕方ないでらね。どうしたのヒロ。牛乳が飲めないんだ。え、ヒロ牛乳苦手だっけ。いや、ストローが牛乳の中に入っちゃったんだ。ああ、そういう。オールインストロー、能力、ストローが牛乳の中に全部入ってしまうぞ。悲しい。こうなったらチューチューするしかない。もう一本ストローもらいな。今日の給食のスパゲティこぼしちまったぜ。これは落ちにくいやつだね。チュルってやるとすぐ飛ぶんだよな。最悪だ。大丈夫、ちょっとだからそんなに目立たないよ。ヒロタン、アオタン、どうしたの？いや、ヒロがスパゲティをね。めちゃめちゃこぼしとる。給食こぼしマスター、能力、給食をこぼしちゃって恥ずかしくなっちゃうぞ。麺類やカレーで発生しやすい。これくらい気にしない。まあ、トコタンが気にならないなら。わ、今日の給食スプーンか。葵、見てくれ、見せたいものがあるんだ。なに、スプーン曲げでもするの？そう、この前できるようになったんだ。ほら、こうして。あれ、おかしいな、ペン曲がらない。なんか力づくじゃない。スプーン曲げマジシャン、能力、スプーンを見ると曲げたくなるぞ。折れちゃうからあんまりやらないように。ここを持ってこうすると。曲がった、すげえ。そりゃスプーン曲げだからね。うわー、今日めっちゃご飯余っちゃったな。もったいないでら。まあでももう昼休みだから捨てるしかないのかな。捨てる、そんなのダメでら。ちょっと待つでら。何してんだデラックス。おむすびにして昼休みに食べるでら。昼休みまで食うのか。おむすび職人、能力、おむすびにしてからご飯を食べるぞ。デラックスっておむすび似合うよな。でもどっちかというとパン派でら。そうなの。小学校に一人はいるやつある。その3。眠。ヒロ眠そうだね。朝弱いんだよな。ヒロタン、アオタン、おはよう。うん、トコタン、おはよう。服が逆。お寝ぼけファッション、能力、寝ぼけたまま T シャツを逆に着たり、左右違う靴下を履いてくるぞ。うん、どうしたの。なんで気づかないんだ。へえ、新しい筆箱さん。おお、いいな。この筆箱さんはいろいろできて、ここを押すと消しゴムが出てきて、ここを押すと定規が出てきて。すげえ、かっけえな。それもうロボじゃん。ロボではないでしょ。ロボにもなれるよ。え、ロボじゃん。多機能ペンケースホルダー、能力、なんかいろいろ入るし、できる筆箱を持ってるぞ。ノリは口から出るよ。なんか嫌。うっけー、18点やべえ。トコタンは何点だった。トコタンも18点、一緒。もうちょっと勉強しなよ。いやー、惜しかったでら。98点だったでら。惜しかったでらな。98点だったでら。出た、デラックスの高得点アピール。ハイスコアアピールマン、能力、テストが良かったことをさりげなくアピールしてくるぞ。いやー、98点でら。ちなみに葵は何点だったんだ。100点で、
この問題はですね、できた。ででん、折り紙恐竜、誰かに見せたい。ねえねえ、ひろたん。ひろたんおやすみ。ねえねえ、あおたん。何？何か忘れ物？恐竜さん作った。でーん、完成度高っ。あおいくん、授業ちゃんと聞いてますか？あ、ごめんなさい、トコタのせいで怒られちゃったじゃん。もう授業に集中するよ。へへ、ごめんごめん。数分後、でーん、折り紙犬、完成度高っ。授業中コソコソトーカー、能力コソコソ授業中に話しかけてくるぞ。集中してくれ。葵くん、集中ですよ。先生、トコタがすごすぎて集中できません。はい、皆さん集合写真撮りますよ。ヒーローを志す者、いかなる時もみんなをハッピーに。どういうこと？はい、チーズ。ファニーポーズマスター、能力集合写真でふざけるぞ。後から恥ずかしくなるかもしれない。みんなの思い出に一笑い添えたぜ。ちゃんと撮りなよ。もう授業の時間だけど、みんな全然座ってない。大丈夫だ葵、みんなの安全は俺が保証する。何？どういうこと？こうやって耳を研ぎ澄ませば。来た、みんな席につけ、先生が来るぞ。ティーチャーセンサー、能力先生の近づく気配を察するぞ。実はすごいスキルかもしれない。あ、隣のクラスの先生だった。ここはですね、あと少し。こうしてですね、あと少しだ。よっしゃ、終わった、休み時間だ。あ、じゃあ今日の算数はここまで。これで算数の学習を終わります。ありがとうございます。先生、ありがとうございました。ブレイクタイムランナー、能力休み時間になるとすぐに遊びに行くぞ。ちなみに廊下は走っちゃダメだ。ヒロ君、廊下は走っちゃいない。そんなに急がなくても。やっべー、宿題全然わかんなくて終わってない。もう仕方ないな。どこ？ああ、ここはね、こうしてこの公式を使って。おお、なるほど。よっしゃ、解けたぜ。葵は教えるの本当うまいよな。そうかな。まあ学級委員長だからね、このくらいは当然当然。ヒロだけずるいぞ。葵先生、ここは？どれ？ああ、ここはね。葵先生、こっちも。先生じゃん。もう一人の先生、能力教えるのめっちゃうまいぞ。クラスに一人いるとめっちゃ助かる。なんかこのクラスの平均点高いらしいよ。それ絶対葵のおかげじゃん。トコタン行くぞ。イエーイ。じゃあ次はトコタン。ごめんごめん、葵転がっていっちゃったぜ。あ、葵がボールを持っただと。何その反応。な、投げなくていいからな葵。大丈夫だよ、僕だってこのくらい。ダメだ、やめてくれ、怪我人が出る。大げさだよ。トコタン行くよ。はい。いや、ほんといいってば。やー、バッドムーブメントスター、能力全然運動できないぞ。きっと別の才能がある。あれ、ボールどこ行った？あ、葵、運動は俺に任せてくれ、頼む。あるある拡張パック、学校のちょっと嫌な先生コレクション。それでさ、トコタにミサイル型のうんちをさ。ねえ、綺麗だったね。ちょっと二人とも、修行先生来てるよ。あ、やべ。まっ、皆さんが静かになるまで何秒かかったと思いますか？え、30秒くらいですか？12秒です。まったく、ちょっとじゃん。さあ、サイレンサー、能力みんなが静かになるまで何秒かかったか測ってくるぞ。だいたいその後の説教の方が長いんだよな。わかる。もうすぐで長い休み時間だぜ、体育館行くぞ。はい、というわけでこの問題はこのようにして。早く終われ早く終われ。よっしゃ、授業終わり。先生、ありがとうございます。あと1分です。ここだけやったら休み時間にしましょう。そんなロスタイムティーチャー、能力あとちょっとやらせてと授業を延長してくるぞ。しかもちょっとが長かったりするんだよな。わかる。はい、授業始めますよ、席についてください。な、やっべ、今日俺当番なのに黒板消してね。はい、国語の教科書のこの文章ですが。ちょっと修行先生、黒板汚れてるのに書かないでください。すぐ消しますから。あー、汚れてるんですね、気づきませんでした。ダーティーボードティーチャー、能力黒板消し忘れてるのにそのまま書き始めるぞ。嫌な感じだ。絶対気づいてるのに、なんでなんだ。ストレス溜まってるのかな。はい、皆さん授業しますよ。あー、また黒板消してないですね。あー、やばい、また消してない。あー、いいですいいです、わかりました。君たちはどうやら私の授業を受けたくないようですね。いや、そういうわけでは。言い訳は結構です。受けたくないのであれば私はもう帰ります。それではごきげんよう。帰っちゃうの？
のか？オコバックトゥーザティーチャー、能力怒って職員室に帰っていくぞ。子供っぽい。どうしよう、茂雄先生帰っちゃったぜ。ヒロ、早く呼びに行った方がいいと思うよ。そうなのか。待つでら、先生が自分で授業しないって言ってるんだから、このまま遊んだ方がいいでら。ああ、それもそうか。だって茂雄先生が自分で授業しないって言ったんだもんな。そうでらそうでら、今日は自由時間でら。よっしゃー、とこだ葵、遊ぶぞ。呼びに行った方がいいと思うんだけどな。まあまあ、だって茂雄が自分で言ったんだし。なんで呼びに来ないんですか君たち。虫よこ先生、能力自分で帰っておいて呼びに来ないと怒るぞ。子供っぽい。どうしろって言うんだよ。飴間違えてポケットに入れてきちゃったぜ。食べちゃったら怒られるかな。やめときなよ、見つかったら怒られるよ。そうだよな。じゃあしまっておこう。おい、そこの君、今ポケットにしまったものを出しなさい。ダメじゃないですか、飴なんて持ってきたら。いや、それはたまたまポケットに入ってただけで。言い訳は結構です、後で職員室に来なさい。ついてないね。最悪だぜ。失礼します、茂雄先生いますか。あ、先生めっちゃお菓子食ってるじゃん。ああ、先生はいいんです。先生はいいんです。効果、これを発動すると全てが許されるぞ。ずるすぎだろ。生徒のルールがあるなら先生にもルールがあってほしいよね。はい、皆さん授業しますよ。起立。で、今から算数の授業を始めます。着席。はい、声が小さいです、やり直し。え、マジかよ。じゃあもう一回やります。起立。礼。今から算数の授業を始めます。はい、まだ小さい、やり直し。そうかな。起立。礼。今から算数の授業を。小さい、やり直し。今から算数の授業を。やり直し。今から算数の授業を。やり直し。エンドレスグリーティング、能力声が小さいと何度も挨拶をやり直させるぞ。次から気をつけてくださいでいいじゃん。それで治らないからなのかも。はい、じゃあこの問題を。おい、そこの君。はい、この問題解いてみてください。え、当てられてる。どこの問題だ。10、9、8、7、6。え、何の秒数。タイムウォッチャー、能力答えるまでの時間を測ってくるぞ。焦らせないでくれ。今日ゴミ箱にお菓子の袋が入ってました。これをしてたのは誰ですか。出てきてください。分かるまで帰りませんよ。誰だ。まったく、早く出てきてくださいよ。誰が犯人か分かるまで帰りませんよ。でら、おいらでら、まずいでら。ほら早く、みんなが帰れませんよ。ジャスティス先生、能力犯人が名乗り出るまで家に帰れなくしてくるぞ。後で職員室来るでいいじゃん。かわいそうだろ。本当にね。あるある拡張パック、学校のお昼の放送室コレクション。よっしゃ、今日のお昼の放送は俺とトコタンが担当だぜ。トコタン、イエーイ。この二人だと心配だな。よし、それじゃあ張り切っていくぞ。トコタン、スイッチ入れてくれ。オッケー。今日のお昼の放送始めまし、すます。なんか棒読みじゃない。棒読み放送委員、能力平べったい感じで放送するぞ。でも頑張ってるんだ。もうちょっと普通に読みなよ。あれ、おかしかったか。ほらヒロ、次。ああ、そっか。次は今日の耳より情報コーナーです。略して今日耳。ん、そんなコーナーあったっけ。今日の耳より情報。何今日の天気は晴れです。外見りゃわかるわ。イミフレポーター、能力どうでもいい情報を流してくるぞ。みんなもう投稿してるんだから天気は知ってるんだよ。トコタン、え、そうなの。トコタン、このコーナー何。ミニコーナー入れてみた。いいでしょ。よくないわ、余計なの入れなくていいよ。何に積もってるな。吹き出しアナウンサー、能力放送中に吹き出しちゃうぞ。なんかの拍子に壺に入ったら止まらない。興味見てなんだよ。本当どこに積もってんだよヒロ。おい、お前らふざけてないでちゃんと放送しなさい。まったく、僕まで。怒られアナウンサー、能力ふざけて怒られるぞ。真面目にやろう。僕は真面目にやってたのに。
気を取り直してちゃんとやるよ二人とも。あ、トコタンはちゃんとしてるよ。とにかく早くスイッチ入れてトコタン。はい、スイッチ入れたねヒロ。じゃあよろしく。よし、続いては今日のミュージックタイムです。あれ、これ聞こえてなくない？ウィスパーキャスト能力、声が小さくて聞こえないぞ。気づくのに時間がかかる。まずいよトコタン、ボリューム上げて。はい、続いては今日のミュージックタイムです。ミュージックカモン。今度はでかいでかいでかい。シャウトキャスト能力、でかすぎる。しっかり調整してくれ。まずいよトコタン、変わって。やっとまともに放送できる。とりあえず音楽流すコーナーだから何か曲を流さないと。トコタン好きな曲持ってきたよ。よし、じゃあそれを流そう。えい、これで一旦落ち着いて。ん？好きな曲ってこれ？好き勝手オンエア能力、自分の好きな曲を流して変な空気になるぞ。まだお昼なのに帰りたくなるじゃん。この曲好き、落ち着く。ヒロ、早く次の曲にスキップして。もう任せろ。これってあれじゃん、俺の好きなやつじゃん。イヤホー。ヒロ、今放送委員なの忘れないで。好きな曲リスナー能力、自分の好きな曲が流れてきて大興奮するぞ。あー、落ち着かんかいヒロ。やっと終わった。疲れた。なんだよ葵、こんなんで疲れたのか。体力ねえな。誰のせいで疲れたと思ってるんだ。楽しかったな、またやりたいねヒロタン、アオタン。次はもっと面白いコーナー考えてこようぜ。あ、そういえばさっきの修行先生の髪型見たか。見た、いつもより面白かった。やめなよ、また嫌われるよ。だって今日の修行先生の髪型ってば。あいつら切り忘れスタッフ能力、全部聞こえてしまっているぞ。本当にあいつら許さんからな。あるある拡張パック、パソコンの授業コレクション。よっしゃ、次の授業はパソコンだぜ。トコタン、パソコン好き。俺も、他の授業より遊びって感じがして楽しいんだよな。もう、ちゃんとやらないとだからね。わかってるって、葵。そういや、いつも気になってるんだけどさ、コンピュータって学校くらいでしか聞かない言葉だよな。確かに。イニシエの言葉、効果、コンピュータってもうあんまり聞かない気がするぞ。パソコンって大体言うよな。みんなの周りはどう？トイレ行ってたらちょっと遅くなっちゃった。遅かったな葵、俺のパソコンもうついてるぜ。あ、そうなの？早いね。まあな、ちなみに俺が一番早かったんだ。へえ、すごいことだね。だろう。ま、俺はパソコンのヒーローだから。いや、パソコンのヒーローって何？先走りドヤ能力、自分のパソコンの方が先についたことを自慢するぞ。それだけだ。はい、じゃあみんな電源つけてくださいね。俺はもうついてるぜ。はい、じゃあまずはこのテキストを打ってくださいね。よし。うおー、すごい、ヒロがすごい勢いでタイピングしてるけど全部間違ってる。高速タイピングフリーマン能力、早いフリをするぞ。ま、こんなもんかな。いやいや、間違ってるから。遊んでないでちゃんとやりなよ。でもタイピング早いやつってちょっと憧れるよな。わかる、小学生で早い人ってあんまりいないし、すごいよね。おお、誰かめっちゃ早いやついるみたいだぞ。うちのクラスに？誰だろう。ってどこだ？楽しい。マスターオブタイピング能力、本当にタイピングが早いぞ。ちなみに見なくてもできる。すげえ。トコタンってよくロボット作ってるからね、そりゃ早いわけだ。あっちでも盛り上がってるぞ葵。他にすごい人いたかな。デラックス。あー、うち終わっちゃったでら、暇でらな。これはただ目立ちたいだけのやつ。スマッシュエンタマン能力、エンターキーで存在感を出すぞ。暇でらな、暇でらな。わかったよもう。はい、みんな終わったら静かに待ってましょうね。はい。ナナ、アオイ、見てくれ。今静かにって言われたじゃん。何？この動画見てくれよ、超面白いからさ。いや、いいよ、静かに待ってなよ。そんなこと言わずにさ。いいって、しつこいよもう。チェ、パンダの鳴き声があの動物に似てるって動画なんだけどな。ちょっと気になる。ビデオシェアラー能力、好きな動画をシェアしてくるぞ。やっぱり見せて。でも授業中だから。いや、もう自分で調べよう。パンダの鳴き声っと。葵くん、授業に関係ないの見ちゃダメですからね。すいません。スク
リーンチェッカー効果。実は先生の画面で生徒の画面は全員見られてるぞ。油断はするな。なんでバレたんだ。全部先生のパソコンで見られてるんだよ。はい、ちょっと眠くなってきたな。はい、じゃあ次はこのファイルをですね。ってあれ、知らない間にめっちゃ進んでる。どこだ。なあ、葵教えない。そんなこと言わずにさ。ヒロのせいで怒られたから教えない。ごめんってば。置いてけぼりボーイ効果。話聞いてなくて置いてかれちゃうぞ。なあ親友だろ。授業ちゃんと聞いてなかったヒロが悪いんだからね。パソコンの授業やっと終わり。私ちょっとパソコン苦手だから教えるのも大変。トコタ君のパソコンがなんか動いてる。なんか変なのいる。はじめまして。壁紙チェンジャー能力。勝手にパソコンの壁紙を変えちゃうぞ。いたずらはほどほどに。壁紙ってどこで変えるのかしら。ここ。もう先生こういうの苦手なんだって。あるある拡張パック、小学校に一人はいるやつあるあるコレクション第4弾。トコタン消しゴム貸してくれ。いいよ。サンキュー。数分後、トコタン消しゴム返すな。助かったぜ。ありがとう。ルイタマして。あ、角。あ、角。角ショッキング効果。貸した消しゴムの角を使ってくるぞ。多分悪気はない。あ、どうしたトコタン。ヒロタン、角。あ、避難訓練、避難訓練。今から避難訓練を行います。先生の指示に従って避難してください。よし、避難訓練だってよ葵。だからどうしたの。なんかテンション上がっちゃうよな。いや、上がらないんだけど。ニコニコ避難訓練効果。避難訓練をニコニコしながらするぞ。気を引き締めよう。なんか緊急事態って感じがしてワクワクしちゃうんだよな。遊びじゃないんだからね。それでさ、トコタンがさ、いた。ああ、ごめんごめん、デラックス。痛いでら。え、そんなに。いたたたた、これは折れてるかもしれないでらな。先生に言うでら。先生に。大げさじゃないかな。先生に言うでら。先生ユーマン能力。すぐ先生に言うと言ってくるぞ。言う必要のないことでも言おうとしてくる。デラックス、言わないよな。まあ、こんなので呼ばれたら先生も困っちゃうよ。みんな、トコタ君見なかった？そういえば、いませんね。困ったわ。このままじゃ遠足から帰れないわ。大丈夫ですよ。探せばすぐ見つかりますよ、きっと。みんな、トコタ見なかった？ほら、ヒロもトコタ探してよ。何やってるの、そんなとこで。高いところから見てたんだ、世界を。ヒロさん、いいからトコタを探してほしいんですけど。高い位置にいるといろんなことがわかるんだ。トコタが今、公園のトイレから出てくるのとかな。先生、トコタンいました。高い高いポジション能力。ちょっとでも高いところに立ちたがるぞ。道路の脇のやつが好きだ。高いところから見下ろす、ヒーローっぽい感じでかっこいいだろ。そうかな。大きなのっぽの古時計、おじいさんの時計。これだけみんな歌ってたらサボっててもバレないでな。100年いつも動いていた。ミュートシンガー能力。合唱の時に実は歌ってないぞ。なんか今日はボリューム足りなかった気がするわ。先生、多分デラックスが歌ってなかったです。デラ。じゃあこの問題を葵くん解いてみてください。1035。え、あ、正解です。じゃあ早かったのでこっちも。4088。正解です。葵くん早いですね。すごい。これくらい普通です。いや、異常だろ。歩く計算機能力。暗算が異様に早いぞ。葵、計算早すぎだろ。2桁の掛け算を暗記してるんだ。は？やばすぎだろ。よし、休み時間だ。デラックス、勝負だ。怠慢しようぜ。望むところでら。喧嘩はやめてよ。今回は絶対に俺が勝つからな。1対1の怠慢だぞ。わかったでら。まあ今回もオイラの勝ちでらね。よし、どー。喧嘩はやめてよ、2人とも。えい、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 えい。何？消しゴム？消しバトラー能力。休み時間に消しゴムでバトルするぞ。机から落ちたら負けだ。よし、またオイラの勝ちでら。いやー、負けたー。なあデラックス。デラ、この前貸した漫画返してほしいんだけど、まだ読んでるのか。あれはまだ全然読み切れてないデラ。あ、そうデラ、
葵に貸したいからさ、返してほしいんだけど。葵に貸したいからさ、返してほしいんだけど。あ、なんだ。あ、なんだ。真似すんなよ。真似すんなよ。もううざいぞ。もううざいぞ。エコーピーポー能力、相手の言葉をそのまま返してくるぞ。うざい。あ、そうだ、俺はバカです。知ってるでな。はぁ、真似しろよ。はい、でここはこうなってですね。あ、ここはちょっと面白くてはい、ではここはこうなってですね。あ、ここはちょっと面白くてねほほほほほ。でらら、似てるでら。ひろくん、すごい。やめなよ、見つかったら怒られるよ。似てるけど。ティーチャートレーサー能力、先生のモノマネがうまいぞ。見つからないように。おい、そこの君。いや、修行先生、いつからそこに。最初からだ。後で職員室来なさい。そう